今日はこれでトカゲを捕まえます。失神するんですよ、催眠術。こんにちは、平坂です。私今ですね、ネパールを取材旅行中なんですが、先ほどね、ネパールご当地のやべえブツを使ってトカゲを捕獲してきました。やべえブツ、まあ、ぶっちゃけタイマーなんですけど、まあ、とりあえずその模様ご覧ください。どうぞ。コンクリートの棒が立ってるじゃないですか、あの斜めになってるところに、ね、あ、いますね。あ、ほん木登りとかいる。どこしてるの？稲かな、稲かな。意外と稲かがないな。なんか稲かの植物ないですかね。なんか長くて背が高い、あ、ススキみたいなやつ。タイマーそうしかないですね。今回トカゲを捕まえるのに利用したタイマーはネパールだとそこら辺に入る雑草です。でもまあね、いけるか、いけるか、背に取るぐらいだからいけるか。もういい、もうタイマーでいい、回る。さあこれでいいわ。今回トカゲを捕まえるのに利用したタイマーはネパールだとそこら辺に生えてる雑草です。ただし薬物、嗜好品としての利用は法律で禁じられています、ネパール国内でも。でも今回はハンティングツールだから OK。 ちょうどいいイネ科の植物がなかったんで、あの代わりにタイマー使います。マリファナでトカゲ捕まえます。その後催眠術かけてやりますよ。ちょっと地元の人に見てもらおう、沖縄式のトカゲ捕獲を。まずこうやって葉っぱを全部落とします。で、これはもう捨てちゃいます。先っちょも捨てちゃいます。で、この先っちょの繊維をしごきます。多分ね、多分麻の仲間だからいい繊維が出てくると思うんですよね。トカゲを取るのにちょうどいい。あ、ほらほら、いい感じでほぐれてきた。くっせ。こうやって繊維をね、剥ぎます。で、これを結構頑丈なんですけど、さらに強度を出すために寄ります。寄って紐にします。本当のね、沖縄式のトカゲ釣りだったらその辺にこんなタイマーなんて生えてませんから、マリファナなんて。イネ科の植物を使うんですけど、今回は仕方なくですね。結構ネパールはね、雑草としてタイマーが生えてます。まずね、このさっき作った繊維で紐で輪っかを作ります。で、そこに残りの紐を通します。で、こういう大きな輪っかを作ります。で、これがトカゲの頭で落としますね。トカゲの頭に組み通してスーッと引っ張ってやると、トカゲの頭が、首が締まって捕まえられると。こういう仕掛けです。さすがに僕もタイマーで作ったのが初めてです。でも多分これでも取れると思います。やってみましょう。ちなみにさっきから何度も言ってますけど、僕が住んでる沖縄ではイネ科の植物の穂先を使って同じような仕掛けを作ります。これを沖縄木登りトカゲの首やお腹に引っ掛けて釣り上げるということをします。さあ果たしてこのメソッドがネパールでも通じるのか、やってみましょう。トカゲ釣ります。あ、見てるな。よっしゃ、取れた。沖縄式のトカゲ釣りでネパールも通用しましたよ。沖縄の子供の遊びが、沖縄でこの撮り方で撮ってる沖縄木登りトカゲと同じアガマ科の色変えカロテスだな、多分。南アジアから東南アジアに広く分布しているキノボトカゲの一種です。ほうほうほう。ってやると失神するんですよ、催眠術。これは自然界じゃありえない動きだから、もう一回やりますよ。今目覚めてますね。目を閉じます。
で、ひっくり返します。はい、ひっくり返します。で、何が起きたか分かんなくて、あ、本来ありえないことされてるので対処できないんですよね。かわいいですね。これも沖縄の、おじいに教わりました。ちなみにこの催眠術はトカゲだけじゃなくて鳥とかいろんな生き物に通用します。もう目開けてんのにどうすりゃいいんだってなってるんですよ。こんなことに、こんな事態は遺伝子に刻まれてない。だから何をすればいいか分かんなくて固まっちゃうんですよ。お目開いてますね。これパッてやったら復活させるんですか？なんか多分ね、もうこれ体勢戻してやったらもうこれで復活します。ほら、おお、もう今話したら逃げちゃいます。ほう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 、おお、元気になったかわいいですね。この頃とかやんなかったですか？これ聞いたことも見たこともない。意外なんか散々やってると思ってます。ダイレクトに打たれるのに、ビスターレが撃ったら、彼らは近づいて尻尾を捕まえるっていう方法で捕まえる。あ、それが手っ取り早いかもしれないです催眠術もないんですか？ーへえ、同じ生き物がいるのに遊び方が違うんだまあ他にいろいろ遊ぶものがあるからかもしれないですね、自然の中に。おいおいおい、逃がしてあげようか。リリースバイバイいつ目覚ますかな大丈夫です。あの強い風が吹いたりとか、そういう刺激が加わると目覚まします。つっついただけで目覚ますんだよ。ほら、うん走ってったバイバイはい、タイまでトカゲ釣り、ご視聴ありがとうございました。最後に注意点です。本動画でご覧いただいたようにネパール国内にはタイマソウがたくさん自生しています。雑草扱いですが、やはり日本と同じく法令で嗜好品としての使用は禁止されています。皆さんネパールに行った際に自生するタイマを見つけても収穫して悪さをしたりしないようにしましょう。というわけで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。トカゲを釣るぐらいはいいと思うよ。